本項目では、大阪府千南市内に所在する九十九王子について述べる。九十九王子とは、熊野古道、特に、黄色沿いにいまする神社のうち、主に十二世紀から十三世紀にかけて、皇族、貴人の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主言の手で急速に組織された、一軍の神社を言い,い、三継者の守護が祈願された。しかしながら、 上級三年の上級の乱以降、京からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と対転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は一層進み、近世紀襲半の手による検証も行われたものの、勢いをとどめるまでには至らなかった。さらに、 明治以降の神道の国家神道化とそれに伴う、合死、死街化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら99王子のうち、否定地が大阪府千南市内に推定される王子を扱う。千南市内の99王子は三社。もみ王子から、街道道を西に1 5キロメートルほど。 進み、海江ぐ池という池の近くの交差点を北に向かう、脇道に入ったところに墓地があり、その北側に石碑と説明板がある。大阪府指定史跡。県人元年の言葉印三景期10月7日上に、千山馬屋と王子との記述があり、もみ王子にて芸能を奉納した後に参景し、新たち宿馬屋と御所にて宿泊している。また、 上元4年の信明もみ三景 k 期4月23日以上にも、東王子に三景の後、縮小入りしたとある。その後、この王子に言及する資料が途絶えるが、原文元年刊行の泉市に在中小路村、王子木作場戸、あるいは空間留め、今小筆王子、泉市とあり、これに従った記述が完成7年の泉名所図にも見られる。 明治以降も、馬屋と王子神社ないし筆王子神社の名で存続し、石遥荘と呼ばれる小石祠が祀られていたが、1907年12月9日に、市岡神社に合祀され、一木島神社という境内者になっている。馬屋と王子近くの海江宮池から、旧街道を約2キロメートル西南に進み、牧野を過ぎたあたりに、跡地がある。東西2軒半、南北2軒半、 広さ約六坪の跡地に、地蔵石像、馬頭観音像等が祀られている。資料によって名称に混乱があり、新立王子だけでなく、新立一之瀬王子、一之瀬王子などの名称が知られている。後鳥羽印三景記は、新立一之瀬王子、信明門人三景記は、新立王子としている。さらに、文明六年の王子記には、 新立王子と長岡王子の二社が併記され、教法十五年の九十九王子期に、新立王子、在牧野村、一ノ瀬王子、在所新立小市場村、長岡王子、在岡村北坂中、九十九王子期との記述が見られる。大阪府史跡名称天然記念物は、 長岡王子の故障が、新立王子近辺の旧街道の坂道が長岡と呼ばれたことから生じた別称であるとしている。明治初期まで彰子が祀られていたというが、1910年に新立神社に合祀された。仙南市内にあったと推定される王子社。いくつかの資料や研究において実在のものとされるが、詳細は明らかではない。 新立王子の節に述べたように、近世のいくつかの資料に、名が見られるほか、記名書図絵も長岡王子を、新立王子とは別個の王子者として掲げている。ありがとうございます。